はい、今日はですね、ダイワの2019年期待の新製品の話をする前にですね、改めてダイワの LT コンセプトから、またモノコックボディですね、そういったところの話を踏まえて皆さんが期待している新製品の紹介をしたいと思います。まずダイワの LT コンセプト、ライト&タフですね、軽いのにタフ、この2つの相反するものをミックスさせた小型スピニングリールのまさに理想といえる思想、それが LT です。以前のダイワのリール、これはですねフリームスですが、サイズ感がですね少し大きかったというのもですね、一昔前の釣りというのはナイロンラインが主流であった。かなり昔の話をすると、ドデカコンパクトというコンセプトのもと、非常にですねスプールの大きいリールを作っていた時代がありました。やはり糸癖によるトラブル、そういったところを防ぎたいという思いで作っていたのがドデカコンパクトだったんですけれども、時代は流れて、やはりですね昨今主流になりつつある PE ライン、もう糸癖をですねそこまで気にする必要もなくなったというところでですね、今回のダイワのこの LT コンセプトはスプールのリサイズですねを行い、またスプール単体の自重ですとか、ハンドルの自重、そしてボディの自重、こういった3箇所のですね自重をしっかりと見直すことで生まれたのが、記憶に新しいこの18フリームスですね。LT の先駆けとなったこの18フリームス、非常に好評いただいておりますが、なんといっても売りは軽いことでしょう。そしてこの LT コンセプトをですねさらに高次元で実現する技術、それがモノコックボディです。モノコックボディはですね、実は16セルテートの HD モデルからすでに搭載されていたんですね。見ていただくと分かるように、ボディとエンジンプレート、この2つだけでボディを構成しています。従来の小型スピニングリールはこのようにボディとボディカバーと呼ばれる2部品で構成されていました。このボディカバーがですね癖物で、ボディにしっかりとですね合わせた際にどうしてもネジで留めてあげないといけない、つまり余計なスペースをあらかじめ作らないといけないんですね。ところがこのモノコックボディはボディにネジ山を切ることで、このエンジンプレートをキュッとこうはめてあげるだけで大丈夫。こうすることでですね、なんと今までのこの構造、ドライブギアがボディに対する面積約 47% というですね占有率だったのが、モノコックボディになることでドライブギア、この目いっぱいのスペースを使うことでなんと 85% という占有率に上がります。そしてこのモノコックボディをフルサイズで展開したのがこの18イグジストですね。非常に軽くて、今までのイグジストのイメージを大きく覆すタフさ、まさにライト&タフなフラッグシップモデルとして誕生したのがこの18イグジストでした。そしてですね、今回いよいよ皆さんにですね自信を持って紹介できる新製品19セルテートですね。見ていただくと分かる通り、セルテートは2004年の登場から皆さんにおそらくタフさ、頑丈さですね、そこを支持されて非常に人気が高い理由としてですね、ソルトウォーターゲームをはじめとしたタフなパワーの必要な
釣りに非常に人気があったと思います。ですが今のダイワの LT コンセプト、小型スピニングリールはタフなんだけどもやっぱりライトですね。軽くて当たり前、セルテートもですね、今回このモノコックボディそして LT コンセプトの融合でなんと16セルテートのですね2500番と比べると約 40g も軽い、16セルテートの2500番が 240g、 今回の19セルテート、これですね2500番でなんと205グラムというですね、200グラムというとですねルビアスの2500番が200グラムですから、まさにそれと全く同じと言っていいほど軽くなってしまった、それが今回の19セルテートです。そこまで軽くなって本当にセルテートという名前をつけていいのか、ちゃんとタフに仕上がってるのか不安になると思いますが、今回のこのセルテートはですね、もうシリーズ史上最強といっても全く問題ないぐらい強いです。まずこの19セルテートのねタフな部分から紐解いていこうと思いますが、1つ目、やはりですねモノコックボディでワンピース、非常に強い構造をそもそも持っている。そしてそのモノコックボディを作っている素材ですね、それが今回はですねマグネシウムからアルミ、18イグジストがマグネシウムだったのに対してセルテートはやはり強さ、これをですね高次元で達成するためにアルミの採用をしております。マグネシウムに比べてですね約 1.3 倍強いと呼ばれているアルミニウムがボディになったことでですね、ドライブギアをしっかりと守ってくれる、いくらですねいいエンジンを積んでもやはりボディがしっかりとしてないとエンジンもですねその進化を発揮しません。セルテートはやはりその名にふさわしいアルミを採用したことで非常にタフなリールに仕上がっております。そして2つ目、今回の19セルテート、ストッパーを排除しました。ストッパーがないんですね。こうすることでいろいろな利点があります。1つ目はそもそもそのストッパーがないことで水の侵入経路がなくなる、高い防水性を得ることができます。またストッパーがなくなることでですねそもそも逆転の原因がですねなくなってしまうわけですから、非常に逆転に対しても強くなる。利便性という点ではですねやはり少し悪くなってしまうのかなと思うんですが、今回僕らが作りたかったのはセルテートなので、もう思い切ってストッパーは排除しました。そしてですね結構細かいところなんですけれども、ボールベアリングの配置を変えたんですね。今までの16セルテートはですね出荷段階でハンドルノブにボールベアリングは入っていませんでした。今回のセルテートはですね出荷段階でハンドルノブが嬉しい 2BB 仕様なんですね。今までは白いパーツ、ブッシュカラーなんて呼んでますが、それを入れてたんですけれども、やはりですね巻き上げ効率、これを最大限に発揮するためには回転に関わる部分にですねボールベアリングのような硬い金属を入れてあげることで巻き上げ効率も格段にアップします。そうすることでですね今回の19セルテートはモノコック、ストッパーレスボディ、そしてボールベアリングの配置の見直しで16セルテートに比べて巻き上げ効率なんと 15% もアップしました。そんなに軽くなったのにもかかわらず巻き上げ効率はしっかりとアップしている。もうまさにですねライトでタフ、セルテートなのに軽い、しっかりとですねセルテートの名にふさわしいリールとして、また時代のニーズであるコンパクト化、軽量化、しっかりと達成できました。そして
19セルテッドはもちろん防水耐久テクノロジーのマグシールドもしっかりと搭載しております。まさに死角なしですね。モノコックボディでそもそも防水力が高いのにマグシールドを搭載したことで本当に海水、異物の混入には強いリールとして仕上がっております。過酷な環境でしっかりとタフに使い込める相棒としてふさわしいリールなんじゃないかなと思います。この非常に軽くなった、しかしセルテートと名を付けても全く問題のない超タフな小型スピニングリール、それが19セルテートです。ぜひ皆さん、この新しくなった生まれ変わった19セルテートでですね、大物と戦ってください。いや、大洗のね、このすごいパワーのある波の中で、ね、セルテートのパワーがやべえっすね。ドラグはね、結構出されたんですけど、やっぱり最後ね、高橋さんがもうあの辺りはガチャガチャしてるから負け負けって言われても、とりあえずリールのパワーをね信じてゴリ巻きしたら出てきました。